はい、どうも、1717881です。自作ゲームのね、実況プレイ。今回は前年結表の第3回ですね。はい、あとステージ3つ、10、11、12だけなので、まあ、普通に終わらせていきたいと思います。はい、音声にはアップグレードが方ができですということで、ここはまあ最初に削れないので、まずは細々とここで生産をする感じになりますかね。何も考えずにとりあえず置いてしまったが、まあ、挟める位置なので OK でしょう。なんか切れてますね、ここも。はい。これはちょっと最初は、時間がかかりそうですね。あれ、それが、あれ、ギリギリ足りましたね。危ない、危ない。これがもし足りなかったらちょっと大変でしたね。とりあえずここは地道に増やして、これをとりあえずもう一個作れれば、まあもう少し効率よくできるはず。まあこれは別にある程度、遂げてしまってもそんなに問題はないので、まあのんびり、のんびりでまあ大丈夫ですね。はい。まあ、一旦これはね、生産ユニットの2にこう安定して当てていれば、あとはもう、ガンガン溜まってくれるはずなので、じゃあ、等速に戻しましょう、ここで。はい。まあ、こうなってしまえば、あとは徐々に押していくだけですね。これは、真ん中はずっとピンクですね。これは温水を、温度が上がるようにしてたんですかね。このピンクのところは温度は高いんですけども、その最初が高いだけで、そのね、あとは下がる方向に動いてくれるのか、あるいは、温水が湧き出ているところがあって、まあ、継続的にこう、熱いのが供給されているのかというのはちょっと、これを見ただけではわからないですね。はい。まあ、とりあえず、この、ここで、生産が続いていれば、まあ、OK という。これをちなみに、1で挟むのと、2を1箇所とかだと、どっちが効率がいいんですかね。作者なのに、その辺は分かっていないという。これはもうどんどん増えますね。しかし、ここは通路が狭いので、あまり、効率的にやっていけないという。あるいは、そっか、この辺真ん中からもガツンと、3でも一気にやっちゃってとかいうのがいいんですかね。そっか、そっか。ここにもう一本置いちゃう。特に話すこともなくなってしまうという。まあ、3回目なのでしょうがないんですけどね。いや、まあ、私のトーク力が低いというのが全ての原因なんですが。そうですね。まあ、この辺からはピンクが相手になるので、この1のね、まあ、弱い冷却だけでやっていくのはちょっと大変ですかね。いや、これは、でもそんなに間違ってはいないか。で、そうですね。しかし、このピンクはすごいな、なんか。ここまでピンクになるものか。じゃ、ちょっと真ん中あたりから、ここで3で一気にやってみますか。これで貫通して、ってくれるはずなんですが、どうでしょうか、果たして。ダメだったりして。ちょっとこれは、元の温度が高いのかな。なかなか効かないですね。あ、ちょっとやっと効きましたね。これ元だから、これ40度以降が、ピンクなんですけども、多分もう少し高いですね、これは最初の設定がね。これは徐々には冷えてくれてますが、
この設置できるところまで行ってくれますかね、果たして。さすがの星さんでもちょっと厳しい感じですかね。これはやはり元の温度が相当高いですね。多分100度とかの設定でやってますね、これは。はい。この3でやってこんだけかかってるっていうのはなかなか、そしてやっぱりここは1でやってるので、まあ、さらに時間がかかるといえばかなり効率が悪いですね、これは。これはあまりこう攻防というのがないのでね、じわじわこっちが攻めてるだけで、向こうから、温水みたいにこう押されてどうこうみたいなのがあまりないので、これはちょっとゲームの面白さとしてはいまいちな気がしますが、ここが開きましたね、やっと。はい、ということで、まあ。まあ、無駄遣いできる状態にはあるので、これはでも切ってもいいですかね。はい。おっと、これは落ちてしまいそうだ。ドボンしてしまいそうだ。ああ、やっぱりこの辺とかももうなんかすぐ、あ、でもここは違うか。やはりこう、温水が強力ですね。ここもアップグレードしちゃった方がいいかな。微妙だな。そうですね。まあ、こうやって、だから、まあ、もう、惜しまず使ってしまって、一気にやっていくという感じですか。はい。これは、まあ、いらない気はするか。そうですね。まあ、この辺、まあ、奥の方はまだ高いでしょうけども、この辺の境目のピンクは、まあ、ある程度温度が下がっちゃってるはずなので、そんなに、難しくはないはずです。金は余りますね。ここにも置いちゃうか。余りますね、と言った途端足りないという。800まで貯めないといけないんだよな。星3、3を1個置くには。はい。ああ、ここのもう一つ上にも置けますね。ちょっと、こっちにしますか。はい、こんな感じで。まあ、あとは徐々に凍ってくれるでしょう。こいつはもういらないですね。売却で。あ、しかし、やっぱり3はちょっと燃費が悪いですね。これは、この辺でこう、お金をさらに増やして、この辺のアップグレードかな。はい、まあ、ここは日照りではないので、どうしてもね、発電、このエネルギーは、これたくさん置いて、確保する必要があります。はい。まあ、だいぶピンクは減ってきましたね。ここがちょっとなんか弱い感じかな。まあいいや。一番上に置いてやっちゃいますかね。ここからじゃあ、上を攻略しましょうか。はい、いい感じ。おお、そしてやっぱり、ここの、すごいな、溜まり方がな。
いやー、なんか無駄遣いしてますね。普通はなんかここまで豪快に使えることってあんまりないんですけどね、このゲームでね。はい。ちょっとじゃあこっちをちょっとだけ冷やす。はい。まあだいぶ全体的に凍ってきましたね。あんまいらないですね。わあ、この星さん、3の威力はやっぱり素晴らしい。あとは上だけ。まあ、ここですね。こう、て、まあ、終わりかな。はい。まあ、ちょっとね、時間はなんか無駄にかかってしまったんですけども、まあ、なんとか。はい。全面欠票です。13分14秒。なんかほとんど喋れてなくて申し訳ないですが、左上には0機は届きません。溶ける前に全面欠票させましょう。ここですね。今回は 2000p と最初が多いので、この初期資金をどう使うかというところですね。ちなみに、初期状態ではこの12マスだけです。凍ってない場所は。この12マスだけ凍らせれば OK です。で、確かこれは、ここに拠点を作るのが良かった気がしますが、どうでしょうか。はい、これは最初からこの、周りがね、みんなこう、薄いので、これ左でもうすぐに、危なくなってしまうんですよね。だからそこをまあどうやって、こう、ちゃんと気を配りつつ、これもう、この青緑はもうすぐ溶けますよ、危ないですよっていう印なのでね、もうそれがこんなにこう、最初から広範囲入れちゃっているという、まあそういうね、ところなので、まあ、だから本当にこう、まあ、序盤が大切というね。で、そこは拠点があるので、まあ、そこの拠点をね、ちゃんと守ればまあ大丈夫なんですけども。いや、しかしこれはすごいな、広がり方がな。どうやるんでしたかね。あ、でもまあ、ここは順調にできてるからまあいいのか。どうやるんだったかな。なんかとにかくここに拠点を作ってしまって、この拠点をね、拠点をまあ頑張ってこう、ここで、うまくどうにかするみたいな感じだった気がしますけど、これ今発電が全然足りてないので、これも発電ユニットの設置場所はでも難しいですね、これは。で、これ日照りなので、ここも今どんどん溶けてるんですよね。で、ここがもう溶けてしまったら、もう絶対にこれはクリアできなくなってしまうので、なんとかしてそこが溶けないようにとにかくやっていく必要があります。で、これ今、下の方青いのができてますけども、もうこれは物が乗っていると落ちてしまうので、これはだからこうなってしまうともう、かなりよろしくないんですよね。そうならないようにやっていくのが理想なんですけど、まあそれも難しいという。なんか、うまい方法がありましたかね。これはなんか、確かベストタイム3分ちょうどなんですよね。だからもうこのぐらいでもうクリアの道筋が見えていてもおかしくないはずなんですけども、全くそんな気配はないですね。相当これは苦しんでます、今は。まあ、普通にやるしかないんですけど、ただこれ資金はどんどん溜まってるので、だからなんかこう連鎖する感じで、あ、もう一つあれ、丸、これを全方向やっちゃった方がいいんですかね。で、なんかこう、二つ目の拠点みたいなのを作って、そこでこう、まあ適当に置いてしまいますけども、だからこの周りにこう、こいつを配置したりして、ということですかね。これはちょっと作る場所を間違えたかもしれないな。あまり効率は良くないですね、これは
よね。あ、ここがもう溶けかけてますね。これは危ないですね。終わってしまいますね。まあ、とりあえずここの上下をね、どうにかしなきゃいけないので。これでまあ、エネルギーの確保は問題なし。で、とりあえずこれ3音で挟めばまあ大丈夫なんですけども、これ今、周りがもう全部溶けてきちゃってるので、これはもう後からまた凍らせなきゃいけないんですよね。はい。で、日照りなのでまあ、本当に大変ですね。これはだから、もう左上が多分間に合わないんじゃないですかね。間に合いますかね、このペースでね。とりあえずこれでここは OK 制圧していて、で、次はこっちですね。で、だからお金があるので、まあ、これもアップグレードでいいですね。お金はあるので、あ、ここのアップグレードは失敗だったな。間違えましたね。まあ、拠点を作っていくしかないんだが、これはもう多分間に合わないですね、このペースだとね。うわ、ここもやられるのか。きついな。あ、そしてもうこれがもうほとんど限界に近いですね、ここは。いやー、難しいな。あ、ここがいけますね。はい。でも、多分これは間に合わないですね。そうですね。ちょっとまあやり方がまずかったので、次はもうちょい効率よくやんなきゃいけないですね。はい。ああ、これだと足りないんですね。間に合わない。いやー、そしてこの、こんだけやっても足りないという。ああ、残念。これ、この時点でもうクリア不可能ですね。だからこれはもうやり直すしかないです。タイトルリスタート、じゃあリスタートしますか。この最初にここに置くっていうやり方は多分間違ってないと思うんですけども、あれこれ間違えましたかね。ちょっともう一回リスタートします。全方向のアップグレードで、もうこれをいっぱいやるとかですかね。まあ、この辺は後でまあ売却することを前提に、とりあえず最初だけまあ頑張ってもらって、アップグレードした方が多分いい。で、まあ、こんな感じなんですかね。で、まあ適当に、この辺にも全方向置いて、で、まあ、こっちは、このエネルギーを、まあ、置くと。こんな感じですかね。これで、あとは、まあ、ここで稼いでもらって、まあ、両方でね、稼いで。で、まあ、適当に冷やしつつやって、という感じでいけるかな？どうかな？まあ、アップ
グレードしちゃっても良さそうですね。この中からここを、まあ、さっさと冷やして、ここもうね、やってしまいたいんですよね、早くね。なんか、いまいちこの辺の冷えが悪いですね。行きましたね。はい、もう全方向で一気にやると。はい、ここがなんか全然いってないですね。今回はさすがに2回目なのでクリアしたいかどうでしょうか。うわ、ドボンしてしまった、ここは。やっぱ結構厳しいな、このステージはな。あれ、ここも今ドボンしましたかね。見てなかったですね。氷が薄くなると、落ちてしまうんですね。ユニットがね。なんか、こっちうまくいったのに、こっちダメですね。なんででしょうね。差がちょっとわからないけども。いや、これまた間に合わないなんてことあるの？ここがダメなの、全然な。なんででしょうね。何が違うのかがわからない。違いを教えてほしいわ。あれ、なんか、あ、そっか、向こうからの貫通ですね、これは。はい。おお、そしてここに来て、エネルギーが足りない。何も考えず置くだけ。さすがに間に合ったんじゃないでしょうか。はい、5分45秒終わりました。まあ結構大変でしたね。まあ多分ここが一番難しいステージだと思います。はい、実際難しく作ったのでね、ここは。で、これももう、もうすぐ解けるっていうところなので結構ギリギリだと思います。はい。まあもっと効率といいやり方あるんでしょうね。この下の方がね、一旦解けてしまうとそれをまた直すのが大変なので、まあそうしないようなやり方をやるべきだったんだと思いますが、はい、で、最後のステージ12ですね。はい、最後のステージです。はい。ここはまあ、ひねりなので、まあ、気をつけましょうという感じですかね。はい。まあ、意外とこれがまあ、狭いのでね。さっきみたいにこう、
ね、全方向を置いてその周りを囲むようにみたいなことはちょっとやりづらいので、その辺は注意ですね。ここね、それをやればいいのかな。なんかだから適当なところに一旦電池を移して、こいつを売ってしまって、ここ全方向で、とか、足りない。足りてないですね。はい。ちなみに日照りで、本当にここも気をつけなきゃいけないところですね。まあ、適当に。とりあえず、まあ、こいつを、ですね。で、まあ、お金が貯まってから、こっち側に攻めるという感じで。あれ。完全に忘れてましたね。もうこのゲームのやり方を、ボケてますね。どうしようもない、これは。そしてもう早くもね、この危険信号が出ているので、対処しなきゃいけないですね、これも。さっきのステージで何度かありましたけどね、本当にこう、ユニットを失ってしまって、さらにそこが全部水になってしまうというのは、かなり、大きいペナルティなので、まあ、本当に気を配ってね、この危ない青緑が出たら、もう即対処しなきゃいけません。で、これを全方向にすると言いましたね。あ、そっか。ここで冷やさないとそこもできないんですね。いや、しかしこれ、日照りってこんなに厳しかったですかね。なんか思ったよりもこう、早いな。足りてないんですね。これはちょっと上が危ないので一旦避難させます、これを。まあ、ここは本当にね、ギャグ的な感じでこのステージにしたんですけども、この細い通路というのがあんまりこの冷却マシーンと相性が良くないのでね、まあ、そこでこうちょっと頭を使わなきゃいけないということで、まあ、割と面白いステージになったかなと個人的には思ってるんですけどもね。はい。で、お金もあっという間に貯まりますね。で、全方向にしちゃうか。足りないんだ。なんか本当にあれだな。お金の管理もできてないし、グダグダですね、プレイがね。そして今これ青になってますけども、これは、凍ってはいるけども、物を乗せられないという段階なので、まあ、こうならないようにね、本当に、この一つ前の段階で対処することが、大事ですね。で、なんか難しいな。お金は余ってきてるのでね。アップグレード800はだいぶかかりますね。まあ、ここを広げないとどうしようもないので、まあ、冷ますというか、凍らせましょう。本当はもっと喋りたいんですけどもね。何を喋りましょうか。まあ、好きなゲームをね、楽しくプレイしているので、なんか喋ることもありそうなんですけどね。浮かばないですね。本当に悲しくなりますね、こういうのは。そして、ここはもう完全に溶けちゃってますね。全部氷だったので、まあ、溶けるような要因はあまりないんですけど、まあ、日照りだと、まあ、この時間経過で勝手に、水になってしまうということで。さあ、では、1000以上溜まっているのでね。あ、これを先にアップグレードしておくべきだったな。ちょっともったいなかった。じゃあ、ここから向こう側に参りましょう。これはもう少し溜めた方がいいのかな。どっちがいいんでしょうね。
で、またここを足がかりにして、いや、もう一つ先に行けますかね。いや、厳しいな。ここは足がかりでいいですね。まあ、適当に。ここからがちょっと弱いですか、まだ。これ右側を全部この状態から凍らせるのは相当かかりそうですね。ここはアップグレードしちゃうか。はい。この辺もまあアップグレードでいいや。この離れてるところはね、結構強めにやっても、なかなか、凍ってくれなかったりするので。そうですね。まあ今回もあちこちにまた気を配ってやんなきゃいけないですね。まあでも一旦この右側ある程度行ってしまえば、あとは順調に行くのかな。この辺をやりたいですけども、まあ手前ここまたアップグレードしちゃいますか。はい。一旦キャンセルだ。本当になんか、あまり喋ることがなくてな。こういう時にね、面白いことをペラペラ言えればいいんですけども。そんなにこう、なんかゲームにすごく集中してるというわけでもないですからね。どうでしょう。いやー、なんか言えればいいんですけどね。このゲームなんか、まあ喋るのにはちょうどいいぐらいのこう、なんでしょうね。強度というか、なんと言ったらいいんだろうな。まあ集中がそこまでこう必要でもない。なんだ、頭が働かないですね。まあ、本当に毎度のことなんですけども。俺はここら辺にまた置きたいですかね、もう一つね。はい。じゃあ、ここに置きましょう。そして、またこの、危ないところがないようにしないといけません。なんか、だいぶやってきましたね、もう。まあ、お金が順調で、ある程度、エネルギーもあるので、まあ、こうなってしまえば、あとは大丈夫というところでしょうか。あれ、売っちゃったよ、もう。まあ、このぐらいのミスはしょうがないですね。まあやはりちょっと離れてるのでね、なかなか簡単には凍ってくれないですね。温度が高い。で、今一番気をつけなきゃいけないところはここですね。この電池ビットが落ちるともうその時点で問答無用でゲームオーバーになってしまうので、それだけはちょっと避けないといけないです。今かなり危ない状態ですね、これは。はい。こうなってはいけませんよという感じですね、本当に。悪い例です、これは。あとは、これ一箇所ドボンしちゃうとね、そこを今度新たに凍らせるのがまた、こう、細い狭いところだとめんどくさかったりするので、まあ気をつけないといけませんね。はい。あれ、ここが全然やってなかったですね。ここはやんなきゃいけないですね。
さて、だいぶ終わってきましたね、もう。あとはドボンだけしないように、まあ、こういうところはもう、薄い氷っていうのを、置いておくとダメというだけで、凍ってる状態だからギリギリ最後クリアできるかどうかみたいなところでは別に、真っ青なところがあってもいいので、まあ、その辺は、うまく判断してね、という感じで。はい、もう終わりそうですね。ここが最後です。はい、全面結氷、全ステージクリアおめでとうということで、ちょっとね、思ったより動画長くなりましたけども、なんとか、終わらせることができました。はい、まあ個人的にはね、かなり、お気に入りのゲームなので、まあ、この動画で面白さが伝わるかどうかちょっとわからないというか、まあ多分 伝わらないというかね、まあ私の感性がちょっと特殊なので、まあ、このゲームを楽しめる人は、まあそもそもほとんどいないんじゃないかという気もするんですが、まあ、もしよければね、まあ試しにちょっと遊んでもらえれば、私としては非常に嬉しいということで、この動画はここで終わりたいと思います。はい。ではご視聴ありがとうございました。